海外応援の隣選手権。先日のエピックガチャで颯爽と現れたユナイテッドマンマイケル・オーウェン。その圧倒的とは言い難いがそこそこ有能な性能から、巷ではオーウェンを使いこなした者こそが天下は取れないけどディビュアン到達ぐらいいけるだろうと言われており、今ディビジョン2界隈ではオーウェンを生かす、もしくはオーウェンに生かされることでチームの勝利に貢献できる選手、すなわちオーウェンの隣は誰なのかという熱い議論が展開されております。そこで今回私レガチャンネルが満を持して第2回オーウェンの隣選手権を開催したところ、なんと応募が殺到、その数なんと5人、5人5人ではなく5人。これもさすがに中止した方が。そうはさせないぜ。この選手権は必ず成功する。なぜなら俺がいるからだ。その声はまさかエントリーナンバー1、前回王者デルトゥーベルカンプ。はい、というわけで応援の隣選手権これやっていきたいと思うんですけれどもね、さすがに今回の応援来てからさ、隣選手権やらないわけにはいかねえだろ。だってよ、だってよ、イルカ先生、パス措置がめちゃくちゃ上がってってばよ。しかもドリブル措置だけじゃなくて、フィジカルコンタクトを手に入れたから、ボールをキープして、周りを浮かしたりするのが、すげえ得意だってったってって。まあ、ライバル性能若干落ちてるんですけども、周りとの協調力上がった。それはもう隣選手権だねってことで、ね、今回始めました。で、まだこれブースタースロットこれ空っぽなんで、ここに何かしらつけてからね、早速ね、隣選手権始めていこうかなと思います。さあ、というわけで第1回、ストライカーセスト隣選手権始めていきたいと思います。優勝者は、こいつだー、バーデュエル！というわけで、レッツブラックマジック！ベルカムウィリー時代に比べてからだいぶ移行なくなっとるよ、これな。なんで、生かすことも難しいし、生かされることも難しいんじゃないかっていうところあるんですけど、なんかご了承できたんで、まあ、山を越えてなんか参加させました。第10回高校セラップ選手権で、なんかその、誰こいつみたいになった、あの時の感じですね。はい。まあ、しかもね、これ、隣選手権でしばらくやってなかったと思うんですけど、これ、大きな理由としては、ツートップで攻めるみたいなことが、言うとボール難しい。隣選手権とか言うてますけど、ツーセンターフォワードどっちにもボールが一回も当たらない、この可能性全然ありますから。まあ、それも覚悟の上でやっていただきたい。あ、いいですね。オーウェンは普通かもしれませんが、ベルカンプは好調、気合が入っております。まあ、絶好調ちゃうんかいって感じですけどね。まずは、ユニフォームが青色だと。これ悲しいですね。さあ、エリクセンボール回収。どうする？これ早速応援使っていきたいところでありますけど、おーっと、ボールを奪われてしまいました。やはりこうなるとも私は予想していましたよ。ああ、早速事故していく。危ない。ありがとう、マルディーニ。スルーパーから、まずは応援にボールが渡る。ベルガムでした。間違えました。で、応援ボールキープ。フィジコンがありますから前向ける。さすがですね、オーウェン。隣になんて必要ないじゃないか。単独でチームをぶち壊すことができるじゃないか、こいつは。ガントラクロトモアー、でかい。え、なんで前ボールちゃうん。お、ここでボール回収したらかなり熱いが、デヨング来た。オーウェンから、まずベルガンブにボール当たる。さあ、ベルガンブ、オーウェンを生かすことができる。うまい。なぜだ、オーウェン。ベルガンブはオーウェン選んだのに、オーウェンはベルガンブを選びません。あーと、クロスは蹴れない。でもこのスープレイで分かったんですけども、オーウェン強い。今回フィジカルコンタクト70ってことで、全然潰れなくなってる。今のが最初で最後の攻撃になってしまう可能性も十分あります。さあ、沼らずに言うとすることはできるのか、令和チャンネル。うん、富安蹴った。で、ベルカンブ空中戦できるか。いや、空中戦できません。オーウェンは空中戦苦手ですからね。ここでしっかり支えられないというのは大きくマイナスポイント。彼女がなんか高いところのものをうーん取れないってなってる時に、彼氏もうーん取れないってなっちゃうみたいな、非常にダサい。さあ、ここはエリクセンがボールを持って縦パスを通していきたいが、なかなか前線にボールが渡りません。令和チャンネル、しっかりしてくれ。おっと、どういうことだ。ディフェンスラインもそれでこうして沼っていく。この大会あまりにもゴミだ。参加人数5人というのも非常にうなずけますね。このように集団を晒すためになってしまっております。クロスボール来た。危ない。カントラ、あー、この際知ってはいい、この際知ってはいい、むしろ攻撃のチャンスをくれてありがとう。さあ、ここで開幕のところなんですけども、このオーウェンとベルカンプでゴール1個できるのか。さあ、いいマンツーだ。オーウェンしっかりキープ。は、走ったベルカンプにボールを渡して、オーウェンが戻してもらって、シュート狙ってく、やるくらいですね。今、二人のワンツー、かなりいいものを感じました。やっぱりスピード感の相性がいいんですかね。まあ、爆速とそこそこスピードあるみたいな、この感じが良かったのかもしれません。タレバスから、はい、ビエラ来た。さあ、サイド使っていきたいところでありますけども、これはね、一回オーウェン渡します。さあ、これ、ワンツーを入力したい。ベルカム、しっかりボールをキープして、オーウェンを待つことはできないのか。ここで体のぶつかり負けてしまった。オーウェンは勝ってるのに、ベルカムは負けちゃう。それで支える、舐めたこと言ってんじゃね。いいパスです。
しかしパスはそこそこに弱い。ダブルタッチ逃げてカントラー。マルディーニから拾って、ここから、ま、一発ベルカンプ。で、しかベルカンプ前向いて、オーウェンの飛び出しに、グランダーパス合わせて、おー、ここ通せないか。ウィニングイレブン自体だったら通していたパスは、いいところだ、錆びついてしまった。さあ、ラスト一回ぐらい攻撃したいところでありまして、縦パス蹴っときまして、エリクセンからこれ一発でまずオーウェンなんですよね。で、ここで、ベルカンプを走らせて完璧だ。素晴らしい。まさにこれぞ、隣選手が欲しい。今の応援ヒールマスのベルカンプ止め出したかなり熱かった。だがしかし結果は0点です。予選落ちです。お前はマジ予選落ちです。いやー、というわけでベルカンプ不当に応援の体力を減らしただけ、マイナス5億ポイント。エドリナバトゥーアクセドーイスタークー。まあ、というわけで今回は同じガチャに搭載されてるイサク使っていくんですけども、非常に強い高身長ラインブレーカー今来てますからね。で、しかもなんかベルカンプ戦でも見てたんですけど、オーウェン結構隣生かすの得意。これなかなかいい相乗効果が見れるんじゃねえかなということで、やっていきましょう。ベンホワイトから、まあ、一回ボールキープして、ゆっくりね、ゆっくりをゆっくり、ゆっくり、そうそう、ゆっくりゆっくりゆっくり、ゆっくりゆっくりすれば蹴って、で、こっから一発でイサクを狙っていく。サイサク、どうだ、ボールキープ、あ、できますね。いや、ベルカンプの時とは若干違う。で、ビエラ落として、こっからサイド渡していく。ウレンです。オーウェン渡して、イサクが飛び出していく。いや、悪くなかったけどね。まあ、今通ったらやばかったけどね。さあ、イサクにボール渡って、逆に次オーウェンが飛び出した。見事なラインブレイク連携。おー、トライ選手権優勝候補一人に名乗りを上げたイサク。今のボールキープからグランダマスは完璧でしたね。アウンの呼吸ってやつがもう最初から生まれてしまっている。イサクというよりは行くって感じだ。まあ、失点に関しては大歓迎ではございますけれども、失点しないに越したことはない。スルーパーでデヨング。さあ、イサクここでボールを持ってしっかりキープしていく。いやー、素晴らしいボールキャリー能力だ。これで応援の動き出しがさらに入る。パスは下手くそです。あ、なかしなし結果的には、わー、惜しい。よくわかんない第三者の介入によって攻撃が終わった。デヨングはデキングにさせてもらいました。ターンエンド。いや、しかしながらイサク選手のこのボールキープ非常にいいですね。まあ、その応援を生かすパスというところはできないんですけども、それをボールキープでしっかりカバーできているベンホワイト、お辞儀をしています。応援を生かしてくれてありがとう、感謝を伝えるジェラードの体。まあ、しかしながらですね、イサク高身長、つまりロングボールの処理が可能。これは応援にないものをしっかり持ってる。ここでボールキープだ。素晴らしい。応援一人で前を向いてイサクにパスを渡す。さあ、応援を待つことはできるか。イサク、素晴らしいボールキープだ。応援を飛び出してライカールとダルーイ。さあ、ちょっとラスト一回攻撃したいところでありますけど、ボールは通りますか。ああ、応援体を張った、素晴らしいプレーだ。タレバスは通った。イサクボールキープで応援を待てるか。応援を待てない。またライカール取り潰されてしまった。なんなんだこいつ、あまりにも邪魔すぎる。フラスル、あー、最後の最後で弱さが出てしまいました。イサク選手マイナス1億点。エドリナバトルゴッドメッシュ。まあ、やはり理解していただけたと思うんですけども、オーウェンの一番の魅力、それはあのラインブレイク。そのラインブレイクを生かすのは、そう、質の高いグラウンダーパス、それを蹴るのがこのゴッドメッシュなんですね。前回は結構相手に恵まれたというところあるんですけども、終わっています。ディビジョン1のバッチ掲げてて、なんかヒーローのガチャガチャみたいなつけてるやつは大抵強い。さあ、対戦相手に恵まれなかった時点で令和チャンネルが沼るの確定。優勝は遠のいてしまったが、実力でタグリをせることはでき普通だ。なんで俺だけそんな声が聞こえてきそうなほどに黄色い矢印。苦しいですね、リオネルメッシ、頑張りたい。ガチガチだ。さあ、ということで、これが最後の攻撃になってしまうかもしれない開幕攻撃ですけれども、早速やっていきましょうか。オーウェンとメッシだけで切り開くことはできるのか。悪くないワンツー、素晴らしい。さあ、ここでオーウェンがボールをキープして、メッシの飛び出しを待ちたい。うわ、完璧だ、完璧だったな。攻撃はまだ続いてる。カントラ一気に散らかしました。トライ選手権に参加できないからって適当を超えています。ビエラから。さあ、これ、カントラを渡して立てます。応援いいところに、メッシにすれば通せるか。いや、悪くないですね。リオネル・メッシの動きも、応援の動きも、どっちもいい感じで生き生きしてる。生き生きチンポ。前からプレスやってき、いや、あんまりやらないでおこう。あ、プレスに関してはリオネル・メッシが積極的に行っていくっていう感じでしていきたいと思います。応援には後半もありますからね。ビエラから、デヨング、まあ。メッシもちょこちょこ見つつ、なかなかボールくれませんね。これ早めにガンガンプレス行って相手に攻撃を完結してもらうっていうのが一番安牌なんじゃないかと言わんばかり。ありがたい。ただ下手なだけだった。カントラ、さあどこ行く。これは運んでいて、一回応援にボールを渡します。そしてリオネルメッシが飛び出した。ここにボールは渡りません。逆だったらもしかしたらワンチャンあったんじゃないかと思ってしまう配置ミスです。令和チャンネル失敗。うん、
ベンホワイト。さあ、リオネルメッシ。ここでボールを拾うことができない。ハイボールというか、ああいうなんかその雑なボールを処理することがあんまり得意じゃないんですね。フィジカルコンタクトないから。まあ、ここでやっぱり応援させられるのは結構問題なのかなというところでございますけども。止めず、危なかった。なんとかなってます。一方的に攻撃を食らっている。もしかしたらリオネルメッシの演技は終わっているのかもしれない。これ、ボール奪ってカウンターという形でね、応援生かしていきたいところでありますけどもね。高すぎるだろ、お前。マルディに偉い。スタカウントの前にボールを渡した。いいキックだ。さあ、応援、リオネルメッシ、二人でゴールを狙うことができるか。グランダマセが光る。応援の飛び出しが生きない。私を海に連れて行ってください。完全にアイデンティティが崩壊してしまったリオネルメッシ、大丈夫か。ディフェンス陣にも曇りが見えます。デヨンがサイドにボロ、ビエラからメッシ、さあメッシから応援に渡せるか。いいパスです。うんうん、でんで、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 あー、なんかトラップが。はっはっは、くそ。メッシー！いや、あそこでどっちに構えてから応援を待つことができない。これどうなんですから、親として。まあ、保護者選手権でもありますから、保護者としては終わりですよ。で、応援、ボールを持った。逆にリオネメッシをスルバで生かしていく！悪くないパスだ！だが、しかし、パスはね、逆なんですよ、俺、マジでね。応援も生かされなければ、メッシも生かされないみたいな、非常に一番良くない状態になってるんじゃないですか。これ、応援、ボールを奪うことはできなかった！相手を恵まれず、完全にマイナス50億ポイントです！エントリーナンバー 4! ワッワーで、オーン！さあ皆さん、やってきました。今大会ぶっちぎりの優勝候補。メッシにないフィジカルもある。ボールを持てる。グラバーもできる。自ら飛び出してシュートも決めれる。まさに隣といえばこの男。もう最高の受け役。いいフットボール界の有馬からやってきました。さあこの戦闘強の力見せていただきたいところであるんですけども、相手がしっかりボールを持つタイプなんで、さあ数少ないチャンスを生かすことはできるのか。あー苦しい。もうしっかりクロス蹴られて、富安飛んで、ビエラ前。来た。さあ、応援がボールを持って、まずはレオンにボールを渡す。さあ、レオンは、いいキープです。そして、応援を生かす前に、まずはカントラを使っていくという作戦だが、いや、これは応援行くべきだったですね。浮気症のところが出ています。これはスケベと言わざるを得ない、マジで。応援はこういうの苦手ですからね、マジでね。もっと政治に付き合ってほしいところ。いいブロックだ。さあ、弾きたい。弾けなくてもいい、なんなら。開幕できてないからね。さあ、応援これボールを持って、自ら運んでいく。運んでいけるのか。いや、苦しいっすね。ダメでしたか。まあ、レオンいてくれればよかったんですけど、レオンめちゃくちゃ遠かったですからね。まあ、応援のことを考えられないポジショニング。浮気症ですね。さっきからそういうプレイ非常に多くないか。ビエラ行くことができません。どうするこれマジで。さあ、マルディーニ、これ絶対サイドいきますよ。オーケーオーケー。これ通るってだ。カントナ、ここスルーパーで。じゃ、マルディーニ行かせて。あ、じゃ、マルディーニ行けよ、お前もうさ。なんで勢いよと突っ込んでから帰ってくるの。ビエラ、デヨング完璧。立てます、通れ。ありがとう。応援、いい気分だ。さあ、レオンはもう関係ねえ。お構いなしで上がっていくが、それに対して応援どうする？応援、応援。応援もどっかに出る！レオンと応援待ってかって、いや、ここでスルバが通る！完璧だ！この時を待っていたのが、ベオイド、クロスを切るんだ！素晴らしい！レオンのエンド、入らない！いや、二人は距離を空けていてね、もう絶対にもう協調なんてないと、油断していたところで、レオンが距離スルバス通していきましたね。今の熱かったっすね、マジで。あ、もうなんかクラスでは喧嘩ばっかりしてるから、仲悪いんだろうなと思ったら、実際は仲良しだったみたいな、そういうエッチな展開始まってる！縦パスは切れない、レオング。まあ、一回、お、取れちゃった。いや、お前見た。応援が飛び出している！グラバが通りません！誰か通してあげてください！応援の特徴はラインブレイクにもかかわらず、それがまだ一回も生きていない！誰も隣にふさわしくないということは迷惑です！あ、0-0だー！結局、でっかいチャンスは一個作ったものを、0点じゃ話になりません！試合率の37とかけまして、ポイントはマイナス50億点！エドリナマ5！お待たせさあ、というわけで、いつものが来てしまったんですけど、今回のいつものはわけが違う！もう、応援の弱点つったら何度も言ってますけど、もう慎重なんですよ。だから、ロングボールっていうところが一切通らない。逆にでも、ロングボールさえ通してくれれば、応援の良さっていうのは十二分に生かすことができる。もうランケーブルがないパソコンなんですね。そこにランケーブルがブーン！これでもうちょこちょこグランダーパス通さなくても、フライパス一発で応援にアクセスすることができて、そこから応援のワールドが広がっていくっていう、そういう作戦ですよ！ガチの優勝候補、ついにヤンコレが日の目を浴びるっていうか、もうこっち自体が火みたいなとこあるんで、応援が日の目を浴びる瞬間が来たのではないでしょうか。調子は普通。おー、まあ、悪くないんじゃないでしょうかね。ヤンゴルとオーウェンがフィジカルの優位性を生かすには十分なディフェンスライン。舞台は整いました。さあ、この第3試合目で優勝者がついに出るのか。さあ、早速、ヤンゴルにボールを渡していきましょう。
応援にパスを渡すことできなかったらお前何のために来たんだ。お前はランケーブルではなく電柱だったのか。何かしてほしいところある。さあ応援ボールをキープしてネイマール、これ時間を使ってヤンコレルを使ってから応援に行かないとトライ選手権にならないですからね。こういう謎の縛りがあるから攻めるのが難しい。さあアラホボール奪えるか、奪えなかったら苦しいが、ロングボール蹴りたいが、アラホはどこに行ったんでしょうか。アラホ急に腹痛を訴えています。マルディーニがヤンコレルにめがけてフライパスを蹴っていく。ここでヤンコレル勝って応援にボールが渡らん中やね。ヤンコレル拾った、空中戦だけじゃない、自分には地上戦もあると言わんばかりボールを運んでいく。パートナーさん応援奪えない、敵のセンターバックは腹痛に悩まされていない。これ君ひまえからプレスかけていくけれども、いやいいよビエラ、これオーメンに先回してヤンコレがボロ持つ。ここでワンツーでオーメンが飛び出す。パスはヘタッピー、だが体を使ったブロック、完璧だ。しかしパスはヘタッピー何回蹴ってもパスは、あー来た、うーそれもだ、あー全然ダメだ、チクショーマジで頭でボールを蹴られるとどうしてもない。それがヤンコレなんでしょうか。ならば頭で蹴りましょう。オーメンボール渡った、ワンタッチがでかい。ただ高さだけでマウントを取ってくるタイプの悪いやつになってるが、いや高橋空中でゴールキーパーと張り合ってる。何をやってるんだこいつは。いけるか、奪えるか、奪えない、いや完璧ですよ何ですかこの神シュートは。グリーズマンのフィニッシュ選手権になってしまったが、ヤンコレル何か木里を残すことはできるのか。もう一度ヤンコレルにフライパスが渡されます。これをうまく繋ぐことができないところがパスが出てこない。終わり散らかしています。で、いけるか、来たぞヤンコレル、ここで応援とも強調できないのか。なんと前半だけでもうくたばってしまった。ステルバラーチャンスが来た、ヤンコレル、ここでパスを渡して応援を生かすことができそうです。ギリできそう、マジでギリできそう。ステルバトーダー応援抜けるか、ミシコンが、ミシコンが足りない、いやー。さあというわけで最終調整が終わったということで結果が出ました。優勝はワンゴールを決めることができたアレクサンデリーさん。ポーン、ちょっと待ってくれよ、応援の、いやマイケルの隣はマイケルが務めさせてもらうぜ。その子よ、まさか幻のエントリーナンバーシックス、マイケル・ジャクソン。目には目を、歯には歯を、マイケルにはマイケル、同じ方向を向いた二人のマイケルが今最強の化学反応を起こそうとしている。さあマイケル・ジャクソン、ワンアシスト以上の結果を出して有心の美を飾ることはできるのか。さあしっかりボールを回しまして、スルーパスを蹴っていく、落ち着いていきましょう。ベン・ホワイトからスルーパスですね。さあエリックスにボールを渡った、マイケル・ジャクソンにボールを渡る、マイケルの連動だ、言いました。あーしかし正面打つことができない、私もびっくりしました。まさかマイケルにあんなパス取るか。マイケルボールを拾った、ここでブーティーをかわしていく、完璧だ。そしてオーメンに繋げてフィニッシュ、おはは、シュートが弱い、もうジャクソンよりもオーメンの時代が始まっているのかもしれない。今のところキープをできれば空中戦もできる、そしてパスも通せる、言うことなしのオーメンの隣、最強ヒット候補が出てきた。ここに来てボールバター、オーメンからジャクソンのパターンも十分かけられる、あ届いた、だがシュートが打てない、どうなってるんだマイケル、全くもって前に蹴ることはできない、後ろ蹴るオーメンと後ろ蹴るジャクソンだ。さあこれボールを拾っていきたいところでありますけども、相手は鳥かごを選択してしまいました。ここでもう試合が、大会が終わってしまった、なんということでしょう。あれな、なんということでしょう、マジでだるすぎるだろう。ちょっとしかしなんだか相手の気分が変わったのか、攻撃してくれているのでこちらとしては非常にありがたいが、まあ、しかしながら、あーちょっと厳しいかもしれない。なんだかボールが一生回りそうな予感がするが、素晴らしい。さあここでニコラス・ジャクソンボール持った、フィネスでうまくかわす、いやかわせない、さっきのはたまたまだったんでしょうか、お金玉ドリブルでした。マルディーニからオーウェンにうまくつなげていった。さあマイケルだけでワンツーが成立しない、誰一人としてオーウェンのライブレコを行かせない、なぜなんだ、通ってもおかしくないグランダマスが一個も通りません、なんなんでしょうグランダマスとは、グランダマスとは本当にパスなのか。さあラスト10分になりました。1点取ることができれば、まあ途中のね、あのその加点とかも含めてから、ニコラス・ジャクソンが優勝、まあ、全然考えられるんですけども、相手がボールを回してしまったぞ。頑張るか、ニコラス・ジャクソン。オーバーのともに、ボールを追いかけて、奪うことはできるのか、いける、いけるのか、いけたらまず最高だぞ。そこでシュート打てるぞ。いや、きついですね、これは。ラスト10分がボールを回されてしまうのか、このまま終わってしまうのか、二人のマイケルの物語は終わるのか、所詮スリアなのか、足が遅いのか、いや、来てる、来てなーい。あと2分しかありません。長い。クルトワがボール持ってる時間が、これがラストチャンス、終わったー。マイケルが二人でも初戦、可能の中のトリー、というわけで大会、オーウェルのトライ選手権、優勝は、アレクサンデル・イーサー。